負けほー。連勝終了。いやー、大型連勝と行きたいところでしたけど、負けてしまいましたね。誰かね、一人のせいっていうわけではないけど、流れっていうところで言うと、やっぱりね、2回の裏の、無得点っていうのがね、本当に痛かったですね。まあ初回も同じですけど、やっぱね、ああいうもらったチャンスで点が取れないとね、必然的に流れは相手の方に行ってしまいますよね。にしてもね、伊藤投手に抑えられすぎですよ。いいピッチャーなのは間違いないですけど、なんとかね、打開策見つけていかないと、もう一生ね、お得意様状態ですよね。いやー、しかしね、近本選手が止まんないね。もう本当にいい選手です。岡林君にはね、大島プロと近本選手を足して2で割った感じにこうなってほしいなっていつも思ってます。そんな岡林君もね、好調維持で、今日もタイムリー含む3安打猛打賞。一時期ね、バテ気味だったけど、もう完全に乗ってきましたね。キャサモリ。大島プロもね、好調維持で、これだけね、1、2番が塁に出てるんだから、やっぱりね、永遠の課題の3番打者っていうのがキーになりますよね。ここがしっかり固定されて機能してくれれば、一気にね、得点力も上がると思うんですけど、なかなかね、うまくはまらないですね。一番手っ取り早いのは、周平君が安定してくれることだと思うんですが、もうなんかね、いまいち乗り切れないですね。というわけでね、この間の3立てのお返しっていうミッションは失敗に終わってしまいましたけど、せめてね、明日勝って勝ち越そうではありませんか。強いドラゴンズを取り戻そうじゃありませんか。今のね、モノマネが分かった人は天才です。それではね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。乾杯。揺れる想い、さよならの代わりに。負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて。それは一言優勝だ、命の限りの中日だ。頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。閉店。